おかぴーさーん、おかぴーさーん、久々の声久々の声なんか懐かしい感じですよね。いや、ほんまにお久しぶりでございます。お久しぶりでございます今回はですね、おかぴーさんのお魚釣りに密着すると、いや、ほんまにあのプライベートやからね、完全に、はい、そうですよ、はい、別にね、お母さん、ダイワさんの、はいはいはい、テスターさんでいらっしゃいますけども、ダイワさんのところで公開されるわけではございません、はい、全くもってお遊びです、はい、ということで、ここは一体どこですか。ここはね、和歌山県の串本町になりますね。ほう、田原の地磯で、まあ、ちょっと有名な、はい、殿島という地磯に乗ってます。沖磯に乗ってます。はい、おお、うん、なんか釣れそうですね、はい、有名なとこやからね。今回は宮本都仙さんのお世話になりまして、殿島というね、人気の磯に渡してもらいます。大きいイカは釣れるんでしょうか。今回ね、まあ、お母さん の, そのお友達とね、一緒に、そう、楽しく釣りをすると、そういうことで、はい、今日一緒にお魚釣りをするのは、はい、まあ、和歌山県でね僕と一緒に釣りするやつって多分こいつしかいないんで、はい、もういつも通りのメンバーで普段の釣り別に目新しくも何でもない、普段通り、はい、オーナー針カルティバドロー4テスターで、クロノのプロスタッフの笠松です。今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、笠松さん、はい、てかまあひとしさん、はいはい、お久しぶりです。久しぶりです。はい、もうすごいすごい久しぶりのメンバー。ほんまにこんなんだろう思えへん。ちょっと久々で寝やんかったからもう。ということで、ね、もう今実はいい時間ですから。そうですね。はい、じゃあお魚釣り始めていきましょうか。お魚釣り。はい、行こうでー、はい。とりあえずエギングやね。まずは。エギング。はい。まずは。まずはエギング。どっちやる？ちょっとこれ1投目結構重要なんでねじゃんけんしよう。行くで。最初はグー、じゃんけん、はい、よっしゃ、ういーん、強っ僕1投目回収する前に投げたらあかんすよ。なんでやねん、ういーんよっしゃ、1投目エギナに、はい、どうぞ。1投目1投目は 3.55 ノーマル、ノーマル。ちょっとこっち面水深あるんでね、うんうん、ちょっと潮の流れも見やんとあかんし、うん、お飛ぶやつや、バビューンめっちゃ飛ぶやん大体似たような方向、しかも潮行ってるな、これ結構糸がもう見て、パンパン、パンパン、ノーマル、ほんまにタイブレーカーちゃうの、タイブレーカーちゃう、パンパンでどんどん出ていく、ほらパラパラ、だ大体じゃん、食ってる、大丈夫。ちゃうな。来てない。うわ、うわ、やったやった。じゃんけん負けてよかった。この後言うから。うわ、やっぱり買っといてよかった。早くや。もう見て、ここ潮目出てるから。やっぱこういうとこ狙わんとあかんからね。間違いない。なんか変化のあるところ。間違いない。潮は結構行ってますね、こっちは、うん、ぼちぼち、うん、あれウミガメちゃん、どこ、どれ、そこウミガメおるわ、ほんまに、うん、頭、ブイちゃん、頭出とった、ほら、ブイの、あ、ほんまにうわー、前に近いなんなのこれ、びっくりした、まさかのこと、なんかブレイクのとこがかかった、うわー1投目無駄遣い、お、でもちょうど栄養なとこ投げてるんじゃ、本田原ついてきた、もう多分本田原少ないやろ、少ない、多分下の方にあるだけちゃうんかな、ええー、なー、1個釣りたいな、早く釣りたい、あれあっち釣れてるやつどれぐらいやったの、いや結構でかかったっすよ、マジで、うん、1500から2キロの間ぐらいの感じ、満潮8時言ったっけ、満潮多分8時ぐらい、
また釣ってんちゃん、また釣ってるやん。何掘ってんねやろ、何のエギ掘ってんねやろそんな世の中に釣れるエギあんのかな。やっぱその塩めちゃうんすか。だって二刀連続じゃん、あの人やばいよな。やばいやん。釣ってる人は釣っている。ちょ楽しそうやん楽しいやろな、あんなイカ釣れたおもろいやろな。うわー、ちょっと釣れてるのにあやかって近所に投げてみよう割に結構中とかもおるもんな。そう。うわー、なんか朝一乗って5頭ぐらいで釣れんかったらもうジグ投げたなって。いやほんまにちょっとなんか来た時ほど塩感なくなってる気するんだけど、あるっすか、うん、そっち。なんか全然ない、特になんか下なんか全然行ってない、うん、これこんだけ全方向投げて何もなかったらちょっとまないで多分これ怪しいわこれ怪しいわ。もう朝一外したんちゃうんすか。外したな、もうちょい寝れたなそういうことね。朝喋ってる場合じゃなかったんかなそれはあるかも、喋ってる場合でちゃう。無駄トークもうこういう時はね、自分が一番釣ったこともあるエギ使いましょう。そう、はい。じゃあなんか頑張れそうな気がするからあ案外静かな海って、まあ、天気はええけどね、天気珍しい。この二人でこの天気はなかなか珍しいけど二人とももうロケとかなったらもうむちゃくちゃ天気悪いからね。だいたいこんな天気ね、一つ良かった一つなんかあかんないでしょうね。まあね、まあ全部ええってことはないか、ね、なかなかね。どんどんチェンジしていくと。どんどんチェンジしてちょっといろいろ試行錯誤しながら。その緑はじゃあ自信ありカラーなんだ。自信ありカラーやったっすけど、とりあえずちっちゃいのでもいいし釣りたいなって思って。水もきれいだからね、十分エギにちっちゃしてもアピールできますわ。おなるほどね、うん、水きれいです。結構見えてるっすわこれは。よし、あれ塩が、塩動かんなどっち寄りなんやろな。スローにやってまだハルイカおんのかな。まあけど、まあ、言ってももうすぐ7月っすからね。もう7月やもんねなんかけど、もっと今年の水温自体は低いんかな、これ。もっとこの時期になったら魚は結構回ってるけどね、この時間帯。魚っけないっすね。結構めっちゃ細かいベイトはおんのにな。ああ、そう、なんかこんなんおったそんなんをやってる感じないもんなやってる感じうわ、ジグ投げないとかなれへんもんなならへんですね、うん、エギにも何もついてきてないし、うん、案外投げたら釣れるんちゃう。いや、かもしれんおるやん、それも化け物みたいなやつなんかもう嫌な予感しかせえへんわ言うてもいつもの感じですけどねでもなんか普段っていうか、なんちゅうの、うわしんどいな、これこのロケ最悪やとかって思うけど、今日全く思えへんもん、なんかもう完全に遊びやもんまあ何より天気ええしね、うん、まあね、膝の上でおにぎり食べてるだけでもそう僕的には釣ってほしいですけどね勝手にカメラ回してるだけのくせになんか釣ってくるとか言うてる注文多め、そうあー、イカ食べたいな生でも売ってるやんな帝国パシロもでもここはほんま乗りたい人いっぱいおるからね、なかなか乗れへん
ほんま超人気の場所やから、これ乗れるだけでもラッキーっすよね。いや、よかった。そうよ。でも超人気でもそんなボコボコ釣れるわけじゃないよ。もう末期やからね。あ、そういうことね。うん、時期的な話ね。そうそう、5月とかやったらね、結構ほんまに。なるほど。まあもう夏が見えてきてますからね。そう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 。まあでもとはいうもののね、和歌山を代表するこのエキスパートが乗ってんねんからああ、そうですね。それはもうバシーンってくれるっすよ、多分。バシーン、バシーンってね。顔怖っ、はい、見てください。うわ、ジグ投げてる。激投げしてるやん、激闘。そんなもんっすよ。まあね、やっぱ釣れるもん釣りたいからね。もう釣りはやっぱりね、釣りが楽しみや、やっぱり、うん、そうそうそう、うん、ジグで釣れるときはジグ投げて、うん、うん、岡さんも今日はジグを持ってきたと。持ってきてるっすよ。おお、そうなんだいつもはね、あのイカ釣りのロケだとね、そうそうそう、そんな出さないですから涙を飲んでそうよ、ナブラが立とうが、うん、あかんと分かっててもずっとエギ投げ続けるんやからね、うん、まあでもそれで結果出してきてるわけだからね。さすが岡地さんでもまあジグなんか釣れたら僕もすぐジグ投げるけど。ひとつさん、はい、ひとつさんは何投げてるんですか？ジグです。だけど何も当たりない。やば。なんかあの有名な虫ヘッドおじさん呼んでこなかったんじゃん。虫ヘッドおじさんならなんとかしてくれるはず。そんななんかスーパーヒーローみたいな扱いやない、うん、確かにちょっとなんか見た目アイアンマンみたいやもんなちょっと今日これ潮動かん系の海やねんけど、もう、うん、もうすぐ満潮やもんね。ここの海は下げやから。いや、これほんまは長いで。でもそれ下げ出すの何する。なんかウノとか持ってきた。干潮何時か教えましょうか。夕方4時。うわ無理変わり始めが重要やからな。あ、なるほどね。はい。あ、変わったなって分かる、分かる時より釣れた後に分かることの方が多い。そうそう、なんか次のキャストで、あ、なんかなくなってるとかな。だいたいそういう体で肝心ぐらいのタイミングぐらいが一番なんか釣れる気するけど。感じた時には遅かったりするんだ。そうなんですよ、もう手遅れなんです。まあ結構ね、コロ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 変わってくれるようなね、潮とかやったらこう変化変化で釣れたりするけどね。お、なんかこれ人気からこれ何なんでしょう。裏と表、裏黒、表キラキラ。あ、そうなんや。はい、へー、 OK、 はい、ちょっとこっちもついでないとこ。 20g なんかおるかもしれんもんね。夏寄りに海が変わってきたら結構ね、潮とかカマスとかね、この辺釣れるんですよ。おお、うん、それがおらんってことはまだ夏海にはなってない。なるほどね。あ、うん、マジで。なんか触ったんすか今。コンってなったけど、でも何も針には乗りませんでした。ほらほら、お、めっちゃええやんえ、あ、ついてるわ、ついてる。カマスちゃん、ほら、カマスちゃん。テレレレレレレテレレレンデンデン。出たー、カマスカマスです。よっしゃー、今日の一匹です。ええな、もう坊主ちゃうやん。坊主ちゃん、やったもう帰ろやっぱカマス。じゃあ、つうことは夏海になってきてるってことだよね。そいつおるんやったらな、うん、もっとなんか鉛筆みたいなのもおるやろ。そうですね、カマスさん、さようならなるほど、でも潮とか釣れたらおもろいですね。潮ね、30センチクラス、はい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 、ぐらいが来たらおもろいけどね。エギングロードでちょうどいいサイズ。そうそうですね。でも今ちょっと潮変化のタイミングちゃうんですか、やっぱり。いや、今そうでしょう。今絶対投げとかなあかん。潮ね、だいぶ動いてるもん。ほら、するよ。でもめっちゃ上だけ。上だけ、
クマスもそんないっぱいおるわけじゃないんやな毎頭当たらんもんな。ちょっとこれ投げとかなあかん気するから一応投げとく。エギ、エギですか。エギ、オッケーオッケー。じゃあ目標、目標なんすか。サイズ？サイズ。1500。ああ。ね、夏イカモンスターやな。目標1500。だってもうでかいやつの個体数は絶対減ってるもん。もう減ってるでしょ。うん、なんかもう今第一波来てるわ。この飽きてきた感じ。早いよ。めっちゃこの辺とかおりそうだけどな。ちょっとこれキャスト終わったらこっちだけよ。もっきり潮渡ってるっぽいけど、下に降りそう。イカの気持ちが分かるぞ。ねえ、分かったら苦労せんわ。いやいやいや、でも今のあるでしょ、もう潮が当たってるからイカがここに ねえ、確かにほんまに居心地がいいよと。ねえ、涼しそうやもんね。うん、それでほんまに釣れたらちょっとびっくりするけどなあんまりここつかへん。うん、この辺とかやったらあるけどね。ああ、なるほどね。さすが、あれですね、経験値が違いますね。いや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 、無駄に年取ってるだけっすよ。もう俺41やからね。ビビるっしょ41? あんなに若かったのに。ほんまやん。41やで、もう体操のお兄さん、さすがに超えたんちゃいます超えてますねあれ一悶着あったからな、体操のお兄さんの年上か年下かみたいな。永遠の30何歳みたいなそうそうそう。走れって言わなあかんじゃんか走れって言わな寝上がりやと思った。走り出す時あるからああなるほどね、うん、その走ってほしいという気持ちを込めて。でも走らへんねん、寝上がりやから。いや、めっちゃこれ ね走るって言ったらめっちゃでかいやつですよね。そう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 か、寝掛かりと間違うやつねでもザッキーなんかでも30、あいつもな、え、どれぐらいやろう、33とかでしょ。若いよね、そう思ったら。あ、若いっすね。若いわ。このエギングの世界で言うたらだいぶ若いもんね。あ、そうか、みんな高にみんななんか上がってるもんね。そうそうそう。なんなら湯気さん召されましたからね。ねえ、うん、まあめちゃくちゃ世話になったしね、僕。なるほどね。そういう意味ではね、ほんまやなんかメーカーの垣根関係なしに意外とエギングってテスター陣仲良かったりするからね。エギングだけじゃないけど。まあまあ。だからなんかそういうのをしたいね。いろんなメーカーの人たちとなんかいろんな釣りしたい。いいですね。僕もいろんなお客さんが見たいな。なんでそのなんか事業参加の作文みたいな言い方するのな。にしてはギャップあるけど、なんかそのフィッシングショーとかなんか真っ黒のスーツでサングラスかけて行ってんのに喋りそんなんなんやっていうギャップえぐいけどね。あれなんであんななったんかなと思った。そうか、なんか岡さんをスーツで拉致して、うん、旅行にあったな。なんか仕事終わりあったっすね。そうそうそう、仕事終わりの岡さんを拉致してですね、で一人フィッシングショーをやるっていう、そうやそうや、企画があったんで。なんならそのお母さんを拉致してる映像を撮ってる時に手伝ってくれてるのはハッシーさんなんですよね。あ、そうやったっけ。そうだって一緒に行ったもんね、あの時。今やメガバスの。そうなんや。もうハッシーさんも呼びましょうよ。ハッシーと釣り行きたいっすわ。じゃあハッシーさんにまたカメラ持って回してもらいましょうよ。僕釣りするんだよもう無理やで、あいつは絶対そんなこともうずっとこう自分の方向けてると思う。こんなんしてるけどもう想像つくもんやってそう。ハッシーさんとは付き合い長いんですか。長いですね。高校の同級生やからね、僕はあいつと。あ、そうなんだ。そうそうそう、すごいよね。でもね、あんな遅咲きの新星と言われて、はい、もうあれよあれよと、うん、ねえ、メガバスと契約して大したもんやな。まあなかなかあんな変なやつおらんからね間違いなく正統派ではないもんね。
ハチさん、見てますか？遊びましょうね。